皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日は三日コロリ IIC 史の第3回目です。この部分を読んでいきましょう。まずこれは、あ。これは、おうという漢字を崩したもので、わと読みます。ここは、れです。次は、や。これは、ここという漢字を崩したものです。振り仮名は、こ。次は、繰り返しの記号です。次は、に。これは、水という漢字を崩したものです。次は、屋根の屋。読み仮名は、三という漢字を崩したもので、みと読みます。これは図です。そして、いや。次は、て。それから、ふです。次は、口偏の唱えるという漢字です。読み仮名は、と。次は、るのように見えますが、なです。これは、ふ。次は、るです。次は、ものという漢字を崩したものです。読み仮名が、も、それから、のです。次は、の。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。哀れや、ここに水や蝶、唱うるものの。次は、この部分を読んでいきましょう。まずこれは、今という漢字です。それから、日にちの日。読み仮名は、回という漢字を崩したもので、けと読みます。ここは、ふ。これは、よですね。そして、りです。次は、はちという漢字を崩したもので、はと読みます。次は、なにという漢字を崩したものです。読み仮名も、な。それから、にです。次は、を。次は、生活の活という漢字を崩したものです。それから、行という漢字を崩したものです。この熟語の読みは、多いという漢字を崩したもので、多と読みます。次は、つ。それから、木です。たつきと書いてあります。次は、に。それから、世の中の世。これは、渡るという漢字を崩したものです。読み仮名は、世。次は、王という漢字を崩したもので、和と読みます。これは、ちょっと切れていますが、多いという漢字を崩したもので、多と読みます。これは、り。次は、の。これまで読んできたところを振り返ってみましょう。今日よりは、何をたつきに世渡りの。世の中が混乱していますので、何をして生活していこうかということでございます。次は、この部分です。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、煙という漢字を崩したものです。
読み仮名も、け。それから、ふ。これは、りです。次は、立つという漢字を崩したものです。読み仮名は、これは、た。そして、手です。次は、ん。これは、と。ここは、とです。次は、川という漢字を崩したもので、つと読みます。これは、おです。この字は、以上のい、私たちが使っているひらがなのいの、元の漢字です。次は、つ。これは、想像の想という漢字を崩したものです。読み仮名は、お。次は、も。これは、火です。これは、沈むという漢字を崩したものです。読み仮名は、志という漢字を崩したもので、死と読みます。次は、図。ここは、目です。これは、蜂という漢字を崩したもので、歯と読みます。濁点がついていますから、ばと読んでください。沈めばと書いてあります。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。けぶり、たてんと、とつ、おいつ、思い沈めば。次は、この部分です。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、秋という漢字を崩したものです。次は、雨という漢字を崩したものです。読み仮名は、あ。次は、き。これは、さです。これは、め。次は、にです。これは、濡れるという漢字を崩したものです。読み仮名は、ぬ。こちらは、るです。次は、る。これは、衣辺の袖という漢字を崩したものです。読み仮名は、そ。これは、で。これは、左という漢字を崩したもので、さと読ませています。次は、へ。次は、たもとという漢字を崩したものです。読み仮名は、多いという漢字を崩したもので、たと読みます。次は、も。ここは、とです。次は、さ。これは、へ。次は、泣くという漢字を崩したものです。読み仮名は、な。次は、き。そして、のです。これは、さんずいの目、涙という漢字を崩したものです。読み仮名は、おのように見えますが、これは、なです。
次は、み。ここは、多いという漢字を崩したもので、たと読みますが、濁点がついていますから、だ。これは、のです。次は、たまという漢字を崩したものです。これは、かわ。読み仮名は、多いという漢字を崩したもので、たと読みます。次は、ま。これは、可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。濁点がついていますので、がと読んでください。これは、消えてますが、おうという漢字を崩したものです。わと読みます。玉川と書いてあります。これは矢です。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。秋雨にぬるる袖さえ、たもとさえ、泣きの涙の玉川や。次は、ここからです。拡大して読んでいきましょう。これは、神という漢字を崩したものです。次は、田んぼの田。ここも読んでいきましょう。上。これは、水という漢字を崩したものです。読み仮名は、可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。次は、ん。ここは、多いという漢字を崩したもので、たと読みます。濁点がついていますから、だと読んでください。次は、し。これは、いやです。次は、う。これは、春という漢字を崩したもので、すと読みます。これは、いです。以上のい。私たちが使っているひらがなの元です。神田上水。次は、山水の及ぶ、汲むという漢字を崩したものです。読み仮名は、く。それから、いのように見えますが、これは、むです。次は、と。それから、て。これは、もです。これは、誰という漢字を崩したものです。読み仮名は、多いという漢字を崩したもので、たと読みます。次は、れ。これは、つのように見えますが、可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。これは、買うという漢字を崩したものです。読み仮名は、可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。ここは、ふです。これは、へんという漢字を崩したもので、へと読みます。濁点がついていますので、べと読んでください。せんべい屋の看板によく出てくる、へです。これは、木です。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。神田上水汲むとても、誰か買うべき。次は、ここからです。拡大して読んでいきましょう。これは、いいですね。
次は左という漢字を崩したもので、さと読みます。濁点がついていますから、ザと読んでください。次は、や。これは、いです。そして、ザ。次は、同じという漢字を崩したものです。読み仮名は、お。次は、な。ここは大きな字です。次は、原因の因という漢字を崩したものです。読み仮名は、ち。な。次は、み。ちなみと書いてあります。次は、の。これは、水という漢字を崩したものです。読み仮名は、さんという漢字を崩したもので、みと読みます。次は、つに濁点がついた、ず。これは横になっていますが、なです。次は、れ。そして、はちという漢字を崩したもので、ばと読みます。これは、ちです。次は、ぎ。これは、りです。これは、も。ちぎりもと書いてあります。次は、さんずいです。深いという漢字を崩したものです。読み仮名は、ふ。これは、可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。次は、き。これは土辺ですね。堀という漢字を崩したものです。読み仮名は、本という漢字を崩したもので、ほと読みます。次は、り。次は、抜くという漢字を崩したものです。読み仮名は、ぬ。次は、き。そして、のです。掘り抜きのと書いてあります。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。いざやいざ、同じちなみの水なれば、ちぎりも深き掘り抜きの。多摩川も神田上水も、水源が同じである。ということでしょう。次はこの部分を拡大して読んでいきましょう。まずこれは井戸の井。次は戸という漢字を崩したものです。これは二です。これは命という漢字を崩したものです。読み仮名は、い。次は、の。そして、ちです。次は、超えるという漢字を崩したもので、をと読みます。次は、つ。これは、なです。次は、ひらがなのかに濁点がついたものです。が。次は、ものという漢字を崩したもので、はと読みます。濁点がついていますから、ばと読んでください。
蕎麦屋という看板によく見えます。次は屋。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。井戸に命をつながばや。今日はここまでです。それでは皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。